はい、皆さんこんにちは、コーヒー侍です。今日のテーマはこれだ。ハリオさんから新しく出ましたペガサスドリッパーをご紹介したいと思います。ドル抱きしめた心のコスモ、はい、年代がバレますね。ペガサスドリッパーというのが出ました。これね、なんとびっくり、台形なんですよね。台形のドリッパー、いわゆるね、この線形のこうペーパーをセットするドリッパーなんですね。最近ね、すごく話題になってると思うんですけど、これをね、早速私も、初見ながらコーヒーを入れていきたいと思います。コーヒー侍チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ、いってみよう。もうまさしくね、線形でございますね。パッと見なんですけどね、ものすごく可愛い。これね、なんで可愛いかっていうとね、ほらこれ見てください。これね、笑顔なんです。これ分かります？これほら、耳でしょ、ここ口じゃないですか、笑顔ので。これ2つ穴なので目があるんですよ。でここ輪郭でね、よく見るとほら、かわいい笑顔のこれかわいいっすね。これだいぶ昨日とはかけ離れたね、感想だと思うんですけど、にゃって笑ったね、感じですよね。これ僕の中ではもうペガサスくんですよね、もう完全にね、これ毎回多分これ出すたびにこれ、この笑顔に救われそうな感じ。とりあえずね、その可愛さはともかく、便利な点がいくつかありますね。まずね、計量カップはないんですけど、ここにね、計量できるような目印があるんですね。口元部分、実はこれ便利で、ドリップをしている時にこの穴からどんぐらい入ってるかなって言ってね、こう見ることができるんですね。はい、例えばこんな感じですよね。にこうやってドリップをするときなんかは、こういったね、覗き穴があると便利なんですよね、こういったドリッパーって。リブはね、もう V60 のこのリブがしっかりこう入った感じで、こういった線形で2つ穴ということなんで、一応ね、そのメーカーさんにお聞きした感じなんですけども、まずね、スピードはちょっとどっちかっていうと遅めじゃないかというふうには言われているそうですね。あとね、こちらのペーパーなんですけど、こうめくりやすいようにここがへこんでるんですよね。こういうふうになってるので開きやすい、これもね、いいとこですよね、すごくね。外側がツルツルで、中がね、内側がザラザラなんですよね。これペーパーもちょっと変えてきてるなという感じですね。これがどう影響するのかなんですけど、なんでしょう、線形のドリッパーっていうのは、一般的には初心者用とも言われてるんですけど、実は奥がちゃんと深い入れ方なんですね。で、最近数年間はこう、円錐というドリッパーがかなりね、たくさんいろんなメーカーさん出してきて流行ってましたけど、なので今回このハリオさんがこういうので出してきたっていうのはなかなか面白い感じの、だなというふうに思いました。ではね、早速、これで美味しいコーヒーを入れていきたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね、入りましたのでいただきます。すごいいい感じに入ってるかな。
ガサス流星拳、おいしい。この蒸らし作業、まあ、今回ね30秒ほど蒸らしました。最初3回に分けて投入しました。オーソドックスな入れ方でやってみたんですけども、印象としてはすごくね入れやすいドリッパー、スピードがねなんかちょうどいいですね。落ち方がドリッパーの方がなんか頑張ってくれてるような感じなので、でね、入ってるこのコーヒーもめちゃくちゃねこう濃厚な感じでしっかりと入っているというね印象になってますね。これからドリップねやってみようかなとか、初心者の方にはうってつけのドリッパーなんじゃないかなというふうなね、そんな印象になりました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。で本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒー侍ブログ、ツイッター、インスタ、そして TikTok、 あと、スレッズですねをやってますので、よかったらそちらもご登録いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。